城島はプロに入るまで僕より上手いやつを見たことがなかったし、僕より遠くへ飛ばせるやつも見たことがなかったという敵なし無双状態だったが、プロ入り後国語ひろきのバッティングや肩のいいキャッチャーがいくらでもいるのを見て、僕が一番じゃないと痛感した。城島は捕手の勉強をするためにベテラン投手だった工藤公康や武田和弘の部屋を訪れたが、初めはドアを開けてもくれなかったので、工藤や武田が他のチームメートを食事に誘っている時にさりげなくその近くをうろちょろしていた。そして城島の行動力に根負けした2人は様々なことを城島に教授。